独立栄養生物っていうのはね、無機物から自分で有機物を作る。ね、独立栄養生物物物っていうののは、無機機から自分でグルコースなどの有機物を作る、ね。そんな生物を独立栄養生物って言います。まあ、独立ね自分一人で栄養を作れますって意味でね。で、従属っていうのはね何かに頼ってって意味で、従、ね、属栄養生物っていうのは、ね、動物とか金類はね従属栄養生物で、基本的に従属栄養生物で、ね、他の生き物から 他の生き物を食べるとかして栄養を手に入れてるね。他の生き物を食べるとかして他の生き物の有機物を手に入れてる、ね、そんな生き物を従属栄養生物って言います、ね、独立栄養生物イコール、えっと、植物でいいですかってたまに質問を受来るんだけど実はそうではなくてえ実はね植物以外にも独立栄養生物っていっぱいいるんです例えばシアノバクテリアシアノバクテリアって幻、ね、覚生物ね最近だえっとシアノバクテリアって最、ね、近の中まで幻覚生物植物では全然ないけども葉緑体を持たずに光合成して 容量負担を持ってないけど光合成をすることで CO2 などからグルコースなどの有機物を作ることができる、ね、シアノバクテリア、ね、シアノバクテリアなんかも、ね、独立栄養生物と言います他にも、ね、実は、ねえっと、光を使わない光合成みたいな、ね、化学合成って言うんだけどそんな反応も、ね、みんなの生物基礎ではならないけどあってだから独立栄養生物って、ねいえっと、植物のこととは言えないんですねいろんな、ね、あの自分でいろんな生き物自分で CO2 から グルコースなどの有機物を作ることができる、作ることができるいろんな生き物がね、実は地球上にいるんで、ね、独,独立栄養生物イコール植物とは言いませんね。